業務スーパー購入品で時短ダイエット料理、すべて低カロリーで腹持ちのいい料理です。今回購入したのはこちら。金額はこちらです。安くて最高。一品目はこの2つを使います。フライパンに火をつけたら、水洗いした白滝、この白滝は水洗いだけで使える商品です。切り干し大根を汁ごと、油を使わずに炒める。白ごまで食物繊維を追加、これで完成。すべて食べても123カロリー。忘れてたけど、食べやすい長さにカットしてね。2品目はこの2つ。豆腐ピーは6等分して保存すると使いやすい。まずはお湯を沸かす。豆腐ピーを入れる。すぐ崩れるから、崩れたらお湯を捨ててね。好きなだけビビンバを入れる。このビビンバは全く辛みがないです。合わせるように軽く炒める。辛いのが好きならお好きな辛みを追加。この一皿で218カロリー。ママ、大豆と野菜がたくさん取れるよ。次はテーブルビートと、だいたい同じ量の玉ねぎ、オリーブオイルを少し。玉ねぎを透明になるまで炒める。テーブルビートをそのまま入れる。500ミリリットルの水を入れる。火にかけて15分ほど温めます。すごい色になってきた。一旦火を止めてブレンダーで攪拌する。コンソメを大さじ1と2分の1入れる。最後に塩コショウで味を整える。ビーツは食べる血液と言われるほどの栄養、カリウムたっぷりだからむくみ知らずになる。だから味付けの塩コショウの入れすぎには注意してね。一杯で約40カロリー。天然のオリゴ糖が入ってるから火を通すと甘くなる。牛乳も使わないから脂肪も少ないよ。今回は業務スーパーの食品ですぐにできるダイエットレシピを紹介しました。